ですからね、明日です。3月2日火曜日、せーの、あーよっしゃー、オープニング、昼帯の MC の立ち方でね。このコーナーは誰もが聞いたことのある本物の音と日常にあるもので奏でた偽物の音を耳を澄ませて聞き分ける音楽コーナーでございます。オッケー。前回はね、誰でも使ったことがあるもので焚き火の音を再現したんですけども、覚えてますか？覚えてるよ、覚えてる。あれすごかったね。そう、実は焚き火の音はこんなもので音を再現できちゃうんやで。さあ、焚き火の音を作るにはこちら、手筒の音と割り箸でね、割り箸折る音でできるんですね。さあ、ここからが本題です。今から本物の音と偽物の音、2つの音が流れるから、どっちが本物か当ててみてよ。分かった。おはとものみんなも準備いいかな？オッケー。さあ、ということで今日のミニスマはこれや。よし、よし、船の汽笛の音を当ててもらうでー。うん、聞いたことあると思うよ、多分ね。さあ、テレビの前のおはとももどこかで絶対聞いたことのある音だから、耳を澄ませば本物がわかるはず。ほい、それじゃあいくよ。アイクくんの耳を澄ませば。さあ、本物の音はどっちなのか選んでください。どうぞ。これだ。 A、A、B、A、B ということで A 3人、B 2人、うん、おお。あ、そっちなんで B やと思った？いや、なんかあんまり聞き慣れてないから、やっぱ B の方がこう、本物っぽく聞こえちゃった。なんか重低音があったよね。そう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 、ね、さあ、それでは正解発表です。本物の音はこっちやったやで。どれだろう。正解でした。ちなみに偽物の正体は何でやってるの？空のペットボトルに息を吹きかけてただけでした。うっそ、こうやってね、ペットボトル使ったら出てないんかい。出てなかった？もう一回やる？もう一回やる？テレビの前の君も友達にやってみたら速攻で人気もらえぜ。ということで以上、タイク君の耳をすまる。みんなだったらきっとできるはず。はい、そんなタイク君といえば、おはスタ超超極秘歴史改変プロジェクト、あれはどうなったの？あれはな、じゃあじゃあ今週も未来のハスタのために、終わらせないために頑張ってきたぜ。お、うん、ということで、おハスタの未来は一体どうなってしまうのか、ご覧ください。あ、ここや、ここや。ここがね、初代のじいちゃんがよく使ってるスタジオなんや。ここなんだ。そうそうそう、ここ。これさ、急に行っちゃって大丈夫なの？あ、大丈夫。岡崎家はね、代々どんな人でもウェルカムな一家やから大丈夫。マジか、うん、ね、一緒に見てみよう。岡崎拓さんいてる？すいません。いてる？入るよ。いや、まだ返事ないけど、ね、ちょっと、ね、待ってって。ね、大丈夫？わー、今のギターいいっすね。ちょっともう一回ディストーション多めのやつでもう一回取っといていいですか？あ、そうなんだ。ちょ、どうも。おはスタで MC やってます。つばにいっています。岡崎拓さんですよね。あー、つばに、いつもおはスタ見てますよ。え、これ見てくれてるんですか？ありがとうございます。あれ、もしかしてタイクくん会いたかったんや。なんだよに来てくれへんかった。そうか、
おはスタ見てくれてるから、体育くんが未来からこっちに来てるの知ってるんだ。しょうがない。マゴのマゴ。手やば、ちょっと待って、ちょっと待って。手やば、手やば。手、あのさ、よく考えたらさ、大丈夫なの二人は会って喋っちゃって。大丈夫みたいだね。ねえねえ、俺って紅白出れた？あ、それはね、言っちゃうと歴史が変わるからな、教えられへん。あ、じゃあ僕っていつ結婚するの？誰と？あ、それもね、言っちゃうと僕生まれへんかもしれへんから無理。なんてやねいやね、びっくりしたよね、まさかあの人とね。自分の力でこの問題に立ち向かわなあかんのちゃう？がっつり断られてんじゃん。まさかの展開やで、どうしよう。あ、そうだ、未来の最終回の映像見してよ。あ、確かに、見てみよう。僕じゃなくなってる。っていうか僕がもうおらんようになってる。がっつりこれ悪い方に未来変わっちゃってるね。どうしよう。やっぱりさ、体育くんが自分で作った方がいいんだよ。でも一人やったら無理やって。そうや。何？今に手伝ってよ。え？俺？そう。どうなるんだろう。気になる。気になるでしょ。ちょっとクリア見てみてどうだった？すごいなんかスバニーがちゃんと曲作れるのかなって思います。スバニーがね、作るかもわかんないからさ。でもひいひいじいさんさ、大工くんさ、おじいちゃん出てたけど、夢の共演だったよね。夢の共演だったよ。スバニーもなんか横でめちゃくちゃテンション上がったよ。ほんまに嬉しかったよ。ねえ。大工くん頑張ってほしいね。頑張る頑張る。それで。さあ、未来のパスタは大工くんが絶対守るからな。さあ次はレッチポテトポーヤの出番だ。この後の見どころをラップで。やってくれや。オッケーレッスン。この後も楽しみがいっぱい。似てる言葉の合唱だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。シャドーバス見てくれ、俺のラップパフォーマンス。4月号は特製戦隊ギア付録ルパンレンジャーギア、デラックスギアトリングアにセット。前回さんなりきりマスクもカードフロップもいっぱい。テレビくん4月号全国書店で好評発売中。プリチ組4月号はサブパパドリンク変更機、可愛くてたくさん入るサブパパポーズレッスンポスターも、パンと使えるすみっこ暮らしサイコロカレンダー、集まる動物の森キングです。プリチ組4月号発売中。スマートシューズアンリミティブ、センサーユニットがアプリと連動して君の運動データを記録、毎日の運動が楽しくなる。アンリミティブで運動能力覚醒、防水タイプも。新しいヒーローは魔人。新たな力で君も魔人ヒーローに変身。デラックス魔人ウォッチ誕生、最強の力を手に入れろ。1、2、3、はい。見てる見てる見てる見
てる似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 てる。オートロックとオートロック似てるという意見が多いね。火曜おはとも美術館、本日の作品は小春画伯のスバニーの朝。うわーすごい。では、セレブスバルさん、小春画伯にお礼をどうぞ。もう筆使いが大変に素晴らしいでございますね。そしてね、あの色使いっていうんですか、カラフルでね、スバニーのこのお衣装の色、それからスバニーの笑顔、大変素晴らしく表現できてます。ありがとう。お上品。おセレブだ。とっても上手だった。本当にありがとう。幸せね。さあ続いては絶対に負けられない対決だぜ。シャドーマスチャンピオンズバトル団体戦。すごい。今週は中継戦の後半戦、果たして対決を制したのはどっちだ。中堅戦、大輔くん VS ぺこぱシュウペイ。シャドーバレキでは幕上のシュウペイを前に不安そうな大輔くんに、質問あれば手伝いますよ。チームおはとも全員で大輔くんをバックアップ、うん、さらにもう一人強力な応援団が、好きな手料理は何？唐揚げ。愉快なママと可愛い妹も応援。そんな大輔くんが使うのはドラゴンクラス。対する周平は慣れ親しんだロイヤルクラスで迎え撃つ。序盤速い攻めを繰り出す周平に防戦一方の大輔くん。いいパッチ。そこで進化を使って守備を強化。守護で守る点差ですね。しかし海斗くんは追加を守護を置いとくだけだと、ま、うん、はい、何でしょうか。嬉しそう。ダメージした方がいい。スレカリーダーがここはあのフォロワー叩いておいた方がいいと思う。カイト君のアドバイスを実行しようとするも痛恨の時間切れ。大輔君まだ全然終わってないから頑張ろう。頑張ろう。頑張って。頑張れ。しかし、じゃあ進化させます。え？いけ！シュウペイの攻撃だ！中堅戦はシュウペイの勝利。大輔君のこと悩みながらも本当に戦ってくれたんでね、本当ありがとうございます。 いい戦いでした。大輔君は対戦どうでしたか。強かったです。強かったです。強かったよね。次は本当倒すんで、はい、お願いします。戦えば僕に負けだったかもしれないけど、また勝てるように頑張って送ってほしい。僕も送るんだ。ここだよね。頑張ってね。次回お互いに一勝一敗でいよいよ大将戦を迎える。なるほど。登場だぞ。白熱の激闘を見逃すな。今日のアニメシャドーバースは、真実の希望をつかみ取った7人の前に巨大な城が現れた。いよいよ本当のバトルが始まる。今夜第45話、天空の城、お楽しみに。
信号をゲットすればドラえもんの秘密道具が手に入る。もうすぐ新1年生になるおはともの、みんな入学の準備は大丈夫？春から一人で起きれるか心配だよね。今日はそんなおはとも大注目の情報を教えちゃうよ。 VTR どうぞ。小学1年生最新4月号の超大型付録がこちら。ドラえもんおしゃべり目覚まし時計。この時今日の君はワクワクすることがあるかもね。ただ起こしてくれるだけではなく、さらに早口言葉だよ。ドラえもんがドラマ見ながらドラやき食べた。すごい。一緒に遊べる機能も搭載されてるんだ。ぜひおはとも残る秘密道具をゲットして素敵な朝を迎えちゃえ。欲しいこれ。はい、私も明日からドラえもんに起こしてもらえようと。はい、この他にもスバニーとサンシャイン池崎直伝、お友達が一瞬でできちゃう秘訣も注目。そう、これね、スバニーとね、池崎とでね、対談してるんだけれども、はい、みんなに今日は特別に友達をたくさん作る秘訣教えちゃおう。やったね。挨拶が大事だから、友達になりたいなっていう子がいたら、おーはーって挨拶してみて、そしたらもう友達100人、いや1000人、いや1万人できちゃうよ。新1年生になるおはともの、みんな小学1年生があれば入学準備がさらにパワーアップするよ。おということで以上、おはスター調査隊でした。ありがとう。ひらめきパーティー。おはー、ひらめき王子松丸くんです。火曜日は言葉の魔術師になれるの時、穴埋めダブルです。君は言葉を自由自在に操ることができるかな。それでは問題。赤マスに同じ言葉を入れてイラストが表す文章を作り出そう。それではいきます。レッツサーフィン。赤マスには4文字の言葉が入るみたい。ここでわかれば僕と同じ王子級だよ。まもなく注目するポイントを教えます。注目すべきは何と何が対決しているのか。赤マスに入るのは4文字だよ。続いて2文字オープンするよ。1文字目と2文字目がオープンしました。これでもう分かったんじゃないかな。3、2、1、タイムアップ。それでは正解発表です。今回赤マスに入る同じ言葉はたい焼きということで、正解はたい焼き、たい焼き芋でした。明日もとっておきの謎解きを用意してきます。そして謎解き本第5弾が3月12日に登場。みんなも楽しみにしていてね。それでは今日も一日レッツスタート。ひらめき。今日のお天気です。福岡から大阪は昼頃まで雨になりそうです。東京も夕方までは雨でしょう。名古屋と東京は17度ですが、夜は北風が冷たいでしょう。以上お天気でした。ありがとな。もういいよ。よし、キラ見つけるぞ。おい、隠れる気あるんかよ。キラ見っけ。おい、体育くんのバカ、こんなことやれるもん今だけなんだから、もうこのバカ。カードバトルゲームください。 RPG ですね。いや、カードバトル RPG。 いや、
リアカードバトルと RPG が一つになってもいい。カードバトル RPG シャドーバースチャンピオンズバトル、時を戻そう。体験版も300円です。カードでバトル。シャドーバース、いや、いきなりカードバトルを始めてもいい。カードバトルが任天堂スイッチで進化したシャドーバースチャンピオンズバトル、悪くないだろう。得点も。うちの朝はお茶漬け、ささっとお茶漬け、目覚まし茶漬け長谷、いいぞ。お吸い物、春はお寿司と浜水で、さあお祝いです。長谷園の浜水、ハマグリの味。楽しみながら謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。名探偵コナンゼミ。アニメを見ていると、さあ謎解きの始まりだぜ。面白くてためになる謎解きがいっぱい。体験版で挑戦だ。さあ今日は4人のお友達に登場してもらったよ。ちょっと盛り上げてくれてありがとう。ありがとう。それじゃあラストはキラに締めてもらおうかな。はい、じゃあ今日はみんなで指ハートで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。